たった12時間の命だったんですが、それが無駄にならないように、次の同じような犠牲者が現れないために、この5年近く戦ってきましたので、これから生まれてくる赤ちゃんがより安全な環境で生まれてくることも私自身は一番願ってますし、それが州にとっての生きた意味かな。高瀬みなみさん、2017年に長男のしゅうちゃんを出産しましたが、しゅうちゃんはおよそ半日後に死亡しました。死因は棒状腱膜下血腫、頭部の出血によるショック死でした。その原因となったのが吸引分娩です。吸引分娩とは、出産の時に専用の器具を使って赤ちゃんの頭を引っ張る方法です。頭部に大きな負担がかかるため、日本産科婦人科学会などが作成したガイドラインには、吸引の回数は5回までと記されています。しかし、しゅうちゃんの出産では基準よりも多い6回の吸引が行われていました。なぜ息子が亡くならないといけなかったのか、何も検証されないまま行ってしまうということは、また同じことを繰り返すんではないかと。高瀬さんは夫婦で大阪地裁に訴えを起こし、今年1月、クリニックに賠償命令が言い渡されました。この判決内容が、そういう再発防止につながるというふうに願っています。州の無念を晴らすことはできたけども、この亡くなったっていう事実に対する私自身の責任っていうのは、この先も続いていくっていうふうに思ってます。そして今日、やっとこう州が亡くなったことを、次のメッセージとして皆さんに伝えられる機会がやっとやってきたっていうような感覚です。高瀬さんは吸引分娩のリスクや備えを記載し、基準を厳格化することなど、ガイドラインの見直しを求め、日本産科婦人科学会などに要望書を提出しました。基準をしっかり作っていただくっていうことが、次の事故を防ぐことになるんじゃないかなと思ってます。週は亡くなってしまって、もう会えないですけど、でもこれから生まれてくる赤ちゃんとその家族が元気に健康に暮らしていける後押しを、今回医師会と学会の皆さんに考えていただけたらありがたいなというふうに思ってます。